公益社団法人発明協会は、発明の奨励や特許等の産業財産権の普及啓発や、青少年創造性育成事業等を実施する公益法人。公益法人制度改革に伴い、社団法人発明協会を改組し、公益事業を実施する公益社団法人発明協会と、収益事業を実施する一般社団法人発明推進協会に分離した。 現在の総裁は、日立の宮正人信の人やま東京都に本部を置き、一般社団法人発明推進協会及び全国46道府県の各発明協会と共に発明協会グループを形成する。類似の名称の団体に社団法人発明学会があるが、これは個人発明家集団の法人であり、本校の発明協会や特許庁とは関連がない。 発明学会は著作権登録商法により、日本弁理士会より、刑事告発を受けた経緯がある。また、かつて発明学会が中心となり進められた、特許管理士という資格商法は、単なる民間資格に過ぎず、国家資格である、弁理士と理解を混合させる恐れがあるとして、商標登録が無効とされている。発明協会は、個人だけでなく、特許等に、 関連のある企業が会員になって日本弁理士会や地方公共団体と協力して事業を行っている。ありがとうございます。